嫁さんも3000円貸してって言ってるって、嫁さんも3000円稼いで、そうすると俺たち金返すからって年金出たらお前に利子付けで返すよって言っといて、利子付けで返すからって。友達ね、おはようございます。疲れ、しのすけちょっと金ある、なんで母ちゃんが言ってるって、ないじゃないですか、5000くらいない、母ちゃんが貸してくれって言ってるって。そう、つけよ、母ちゃんが貸してくれって言ってから、誰か借りれないかな、母ちゃんが貸してくれって言ってから、貸してくれって年金と時返すからって、うん、年金と時返すからね、うん、そう、なんとかできない、友達、うん、ちょっとあのすぐ返すか、14日に年金入ったらすぐ返す、母ちゃん、ダメだね、それは別でしょ、バッグとスパナだけが入ったってこと、この時はね、大きなスパナはこの紙袋の中か、うん、コートにしたってこれ何か聞きな、制服じゃないですか、サイコー弁当の匂いがあるから、チキンラーメン弁当が人気なんですよ、タルタルセンスがすっごい美味しくて、何か言えないな、ちょっと来いよ、休みにお前、俺んとこ。どこで？昨日の午後にメールがあって。なるって来いよ。私の代わりに日本橋川交差点のコインロッカーでパンツを受け取ってください。ちょっと待ってきてよ。その後、日本橋乗船場から船で小石川に移動してください。乗船場の近くで待っています。東田君。46になっても5000円もない小じき、金ないすごい友達もいなくなる。天平さんの言ってること理解してます。さっきからずっと飲んでるよな、飲んでるな。これお酒。